するので、大正2年頃から木曽川全域に導入された新南鉄道と中央線の貨物が担うようになりました。木曽新南鉄道は六座駅の近く、沿線住民の乗車や物資の運搬などに利用され、良好な交通手段としておよそ60年にわたり活躍しました。現在アメリカ製土星ゴールドウィングをはじめ、機関車、客車、ロールなどが鉄道乗り場前の新南鉄道記念館で永久保存されています。資料館に展示されています。